S-36 は、アメリカ海軍の潜水艦。S 級潜水艦の一隻。S-36 は、1918年12月10日に、カリフォルニア州サンフランシスコの、ベスレヘム造船株式会社で寄港した。1919年6月3日に、ヘレンラスセルによって、命名、浸水し、1923年4月4日に、 艦長レオン c r ード中尉の指揮下収益した。大焼け試み後 S-36 は西海岸沿いに作戦活動に従事し、1923年6月にはアラスカ水域での演習、1924年の冬にはカリブ海での艦隊演習に参加、翌年の夏までカリブ海で活動した。 その後アジア艦隊に配属され、9月半ばに西に移動、フィリピン、カビテの潜水艦基地に11月4日到着した。続く16年にわたって S-36 は、西太平洋に泊まり、演習及び偵察を行う。当期間はフィリピンで、オーバーホールが行われ、夏は、中国沿岸、チンタオ沖での作戦活動に従事した。 中国大陸での軍事的緊張が高まると夏、期間の配備は短縮され、個々の紹介はフィリピン各所、南シナ海で実施、1938年にはオランダ領東インド諸島へと拡張された。1940年4月から6月まで S-36 は中国での最後の配備が行われ、その後1年半をフィリピン水域で過ごした。 1941年12月までに艦隊は日本軍による攻撃の可能性を警戒した。6月2日 S-36 は定期オーバーホールが取り消され、北方への偵察を命じられた。飲料水、物資及び魚雷が搭載され、6月3日の1時に S-36 は出港した。その日の午後遅く、 ボリナを岬近くに到達する。ここで S-36 はマニラに向かう様子コーパトロール砲艦数席を追い越した。19時30分にボリナを湾に入港し翌週まで警戒態勢を取る。12月8日 S-36 は真珠湾が攻撃されたという知らせを受け取った。数時間後 S-36 は敵機に対する警戒を始めた。 同日午後、ボリナオ・ミサキとサンフェルナンドの間の巡回任務に着く。12月9日、艦の空気漏れが発見されたが、偵察任務は継続された。12月10日、乗組員は、カビテが日本軍によって爆撃されたとの通信を受け取る。攻撃後通信士は、ステーションとの連絡を取ろうとしたが、通信はできなかった。12月12日、 電動操舵装置が故障する。S-36 はいまだ、カビテと連絡が取れなかった。13日に排気バルブの空気漏れが発見され、14日には、位置を知らせよとの緊急通信を受け取った。S-36 の発した通信はいずれも、届いていなかった。2日後、可能ならば、マリベレスへの帰還を命じられた。 S-36 は機関の都に着いたが、未だ送信が不可能であり、空気を呼び、海水の漏れは悪化していた。4日後、マリベレス沖に闘病する。月末までに修理は行われ、物資は補充された。S-36 は、フィリピン海域における最後の紹介を行い、その後西インド諸島に集結する連合軍艦隊に合流した。12月30日に、 マリベレス湾を出港し、S-36 は直ちに、ベルデ島航路の偵察を行う。1月1日、S-36 は、パタンガス湾の北方及び、東方の海岸を通査した。その後ベルデ島の西及び、南へ移動した。午後半ばに、S、S-36 は、ミンドロ島のカラパンで、護岸底に係留された小型貨物船を発見。 魚雷を発射しこれを沈めた。その後7日間、S-36 は、ベルデ島航路での偵察を継続した。1月8日に、左舷エンジンのエアコンプレッサーが故障し、また、バッテリー溶液が消費され、東インド諸島までは持たないと判断されたため、進路を南へ変える。1月10日に、うげエンジンのエアコンプレッサーも、不調となる。 1>, 1月12日に S-36 は、スールー海で探索を行う。翌13日に、左限エンジンは、使用不能となる。14日もスールー海での探索を継続した。1月15日の朝、シブツマカッサル艦とダバオータラ艦艦の交点に、近い海域での右限エンジンへの給油が行われたが、失敗し、先行が遅れた。S-36 は、 日本軍駆逐艦によって発見されることとなる。給油失敗の修正も行わず、一機のエンジンが不調のまま S-36 は先行し、数分以内に攻撃の準備を行った。しかしながら、駆逐艦はより迅速に行動し、S-36 が巨雷発射可能となる前に7個の爆雷を投下、爆雷は S-36 の両限で爆発した。 管の損傷は、バウプレーン上の電源制御装置の損失、ジャイロコンパスの故障、右弦照明回路のヒューズが吹き飛び、機関室の照明の破損などが含まれた。S-36 は150フィートの深度に達し、ジャイロコンパスの機能が回復したため、ゆっくりと右弦に方向を変えた。駆逐艦は後方に止まっていた。S-36 は3分の1の低速で、 震度及び平行の調整は不良のままであった。間もなく、モーターが煙を上げ始め、順位活油は、スプレーガンによって吹き付けられた。6時30分ごろ、敵との接触からおよそ1時間半後、S-36 は、震度のコントロールを完全に失う。平行ポンプは停止した。230フィートで、第シュバラストが排出され、間は、 上昇を始める。以前の過程とは逆をたどり、排気及び排水が行われた。S-36 は90フィートで停止した。駆逐艦は探索を続け、S-36 は100フィートから200フィートの間を揺れ動き続けた。救命胴衣及び脱出用の呼吸装置が準備された。7時に艦のコントロールが回復し、7時5分に駆逐艦による。 最後の探索音を聞く。未だ平行及び推進は危険な状態にあったが、S-36 は同海域を脱出し、正午頃には左減モーターの修理を始めた。20時30分までにモーターはどうやら作動する様になる。しかしながら6時間以内に煙を吹き出すこととなった。バッテリーの充電は完了したが、 1>, 1月16日の3時20分に、右舷エンジンの潤滑油の供給が再び不良となる。夜明けとともに、S、S-36 は、先行を行った。2時間後、スラウエシ海岸を観測した。正午、シュモーターの補助循環ポンプで火災が生じたがすぐに、沈下した。19時に浮上し、23時8分にノースウォッチャー島を、通過した。 1>, 1月17日に S-36 は、スラバヤへの航行を命じられた。左右両弦の推進軸はその日1日動作不良で、乗員の一人が熱で倒れた。しかしながら主モーターの潤滑油ポンプは修理された。1月18日は、1月8日、以来機関部の大半が動作しなかった初めての人、なった。S-36 は、 マカッサル海峡の通過を継続した。1月20日の早朝、4時4分に S-36 は高場管理府で座礁する。乗組員は丸1日以上復旧のために苦闘した。しかしながら浸水した全部バッテリーから塩素ガスが発生し、向かい波と潮の流れが間に立ちはだかった。救助要請が送られ、1月21日の朝に、 オランダのランチ、アッテラが、マカッサル氏から急送された。その日の正午までにアッテラは S-36 の、士官、兵員を収容した。13時30分に S-36 は放棄された。最後の乗員は艦を自沈させるため最後まで止まった。乗組員は、シブロートに異常させられ、マカッサル氏に送り届けられた。 その後スラバヤに移動し、彼らは再任された。S-36 は第二次世界大戦中の戦考で一個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。